こんにちは、こんばんは、さくやです。ということでですね、レインボーシックスモバイルのベータ版、今回もちょっと招待いただけたということで、ベータ版のね、完全初見プレイやっていこうかなと思います。で、まぁ、ちょっと一人でやっていこうかなって思ったんですけど、今回ちょっとね、フレンドとかも招待していいっていうことだったんで、久しぶりにこの人とね、やっていきたいと思います。どうも、じんさとです。やばいな、このメンバーでやるの。久々すぎるな。久々すぎるね。で、パーティーの方で、今ね、佐藤ちゃんの方はもう来てもらってるんで、行きますか。行きましょう。え、佐藤ちゃんはどこ行った？あ、これで、正面行こう、正面行こう。どこ？あ、オッケーオッケー。え、もう普通に行く？リロードしたい。あ、なんか死んでる味方が。おい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 。え、こんなさ、ヌーブな、侵入で、行ける？やばいでしょ、これ。やばいやばい。え、でもバレてないこれ。入れてる入れてる。あの、残されちゃいましたけど。あの、助けてください。新兵二人残されてますけど。え、撃っちゃうんだけど。撃たない撃たない。痛い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 。え、強すぎない。やばすぎない。え、お前どうしよう、俺 M ボタンから一生手が離せない。ちょっと、お前肉壁になってくれよ、もう。もう、進んで。進んでもらうしかない。やべえ、アイアンさんってマジで見ねえ。待て、フラグどうやって使うのこれ。痛い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 。やばい、え、強い。痛い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 。ラストラストラスト。え、絶対でしょこれ。最後あはははは。ちょっと待って、俺今外したいんだけど、どうしよう。俺一生のどいつ。どういうこと？これさ、操作慣れてないとき絶対防衛有利だよね。待ってればいいからね、正直。あー、これ AB 開通とか。あ、開通とか。いや、なんか初期の CG やってるみたい。めっちゃ初期の CG でいいね、これ。開通も何も知らない初期の CG みたいな。なんかどっか飛び降りたことしなかった今。あ、やばい、目の前入れてき。おえー、うますぎない俺。なんだこのゲームの天才。来た。おお、強っ。あっ、やばいやばい、銃の音する。アルボシ？アルボシ？絶対強い。もう、あ、意外と腰打ちも当たるかも。外くね。これボットなんじゃない？これいるかな、プレイヤー。え、でもプレイヤーじゃないの、さすがに。これプレイヤー？プレイヤーだったら、え、才能で終わりなんだ。才能開花した、まさか。家補強とかいらないな、絶対。家補強いらないで。なんだこれ。いや、でも面白いよ。なんかね、初期の CG やってるっていう感覚確かにわかるわ。何もわかんないはちゃめちゃな初期の CG やってるあの時を思い出す感じあるね。ちなみに、これちょっとさっきチュートリアルでやった操作なんですけど、こっちの長押しで、なんかこの変な白い輪っかみたいなついたと思うんですけど、これついてる状態の時は、この中に敵が入ったら自動的に。痛い痛い痛い。ザッ！え？やばい。生きてる？やばい、弾が。ダウン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 。なんかもう大変なことやってる俺ら。なんでこんなリスキル合戦みたいなのしてるの。ラストラスト。ちょっと待って、俺完全に初期の CG だわこの。みんな入り口で打ち合ってる。これ完全に初期。おい、十字架のやついたぞ、今見えた？初期のこれ。やばっ、懐かしすぎる、これ。クソ懐かしいみたいな。十字マークで立って、なんかしゃがむと見えなくなって、立たないと見えないみたいな。そんなバグ。しゃがみで隠れてるとバグでバレるっていう。バグでバレるっていう。そんなバグまで継承されなくていいかな、これ。シージって感じするの。いや、このシージ感あるね。すべて何を買おうが、やばいシージ思い出すよ、これ。また国境。そうだね。相手の上から2番目とか完全にプレイヤーっぽい名前してるね。タケちゃん、味方にタケちゃんいるよ。タケちゃん、タケちゃん日本味方でしょ絶対。いや、味方だよね。味方だけどね。何言ってるの。
豚だ、ね、だよね。じゃあ、化粧やってみようかな、ちょっと。開いてないの開いてないの何もありません。昔のシージみたいな、新兵だとかあったらやばそうだったな。確かに。盾やばそう。盾、このゲーム盾ないよね、多分。ないかな、それ見てなかったわ、キャラクターのとこ。いや、盾色あったら多分、無理でしょ。でも、出すでしょ。もう、味方が。入ってない味方。味方入ってないですか？あいつ？パパちゃん！タケちゃん強いって！B 行こう、B。近接早っ。おい、タケちゃん！タケちゃん！タケちゃん誰？タケちゃん強っ！タケちゃん、もう。タケちゃん、ハンドガンで全部制圧してたんだけど。ワンバービーや。おい。スマホゲームの申し子いるぞ、これ。なんかうまそうな動きしてない？なんかさ、タケちゃん？タケちゃん？え、うまっ。タケちゃん、スマホゲーの申し子だ、これ。これ前回のアルファ版でさ、スマホゲーの上手い人ってでも言われてたからさ、そっちの説ある。その界隈、まさか全然違う、ね、俺らみたいに視点移動と動きが止まってから視点移動とかじゃなかったの。タケちゃんって誰？はい、ということでちょっと今回はですね、レインボーシックスモバイルのベータ版先行プレイさせてもらったんですけど、いやめちゃくちゃ面白かったわてか佐藤ちゃんとなんかこう久々にレインボーシックス遊んだからかなりね懐かしい気持ちになったね。佐藤ちゃんどうでした？これは普通にシージやってた感じがして面白かった。本当に何回も言っちゃうけど初期シージやってる感覚に近かったよね。うん、まあでもまあスマホだからちょっとね操作方法が難しくてちょっとグダグダしてたけど普通に面白くはあって、これちょっとフルパでやりたいな。ね、フルパで普通に昔みたいにね、みたいな。で、ちょっと今回ですね、まあ、先行プレイさせてもらったわけなんですけど、Google プレイストアにて、ちょっと事前登録受付中ということで、概要欄の方にね、そのあたりの詳しい情報も載せておくので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。で、なんかそのあたりの情報なんかも、随時ね、公式 Twitter の方で、最新情報ね、公式さんがつぶやいてるので、まあ、レインボーシックスモバイルの公式アカウントの方も、ぜひフォローしてほしいなと思います。こちらはね、概要欄の方にリンク載せておきます。はい、ということで今回はね完全初見プレイみたいな感じだったんですけど、もう一本ね実際に遊んでみて感じたことっていうのをまあちょっと喋る動画もアップしようと思っているので、合わせてねそちらもチェックしてもらえたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくやでした。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ボタンと高評価ボタンをポチッと押してくれるとすごく嬉しいです。他にもおすすめ動画や最新動画が載ってると思うのでぜひチェックしていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。咲夜でした。